今回はですね、家畜症を取ってきたっていう話をしたいかなと思います。で、まず家畜症って何っていうところから話していければなと思うんですけど、家畜の売買を要は仲介できるような国家資格らしいんですけど、それが沖縄本島の方で取得できます。そのためには申し込みして、お金テキスト代とか払って、会場で講義を受けるっていう形の流れで、結論すぐ取れたっていうのがあって、実際のところを取った感想としてはなんかどうやって使うのっていうところが大きいんですけど、っていうのが家畜の売買ができるっていうのは石垣島に関しては変な話、誰でも牛を飼えるので、その飼った牛を誰かに売るっていうのは基本的にできることなので、生産者にとっては特になんかメリットがあるのかないのか分からないような形でした。で、家畜症で結構調べても活用できてる記事みたいなところはあんまり見当たらなくて、ちょっと家畜症を活用してビジネスされてる方、家畜症をやりたいとかじゃなくてただ単に興味があるので、どんな感じがで生計立ててるとか収益上げてるみたいなところをコメントとかで教えていただけたらすごい勉強させてもらえたらなと思います。で、家畜症を持ってる宮崎の農家さん、今回僕が牛飼ってきましたみたいな宮崎の動画で上げてると思うんですけど、そこの農家さんは持っていて、なんか仲介手数料とかを何パーかもらえるよみたいな感じの話してて、それだったらいいのかなっていうところで思ってて、面白いかなっていうところもあったんですけど、実際のところ取ったりとか勉強していろいろ講義の中で質問とかもさせてもらったんですけど、あんまり使い方が分かってないっていうのが感想ですね。ほら、国家資格っていう形でおおと思って、とりあえず取りに行くかみたいな感じで、石垣の方も結構参加されてて、話どうやって使うとか話したんですけど、あんまりピンときてない感じがあったので、家畜症詳しい方ぜひいろいろ教えてくださいっていう動画です。ありがとうございました。石垣島にお越しの方は南国スムージーコッパリン、フルーツの味を贅沢に味わうことができる無添加スムージーを提供しております。ネット販売も行っておりますので、お土産やギフトとしてもご利用いただけます。詳しくは概要欄をご覧ください。